演習団は、訓練に用いられる砲弾、ロケット弾、誘導弾など弾薬類のうち、射撃性能を有するものである。実弾と同じ射撃手順と、弾道特性と安全性が高く、安価であることが要求される。日本軍では大用弾と称した。他の訓練用弾薬類には、犠牲弾や凶作弾がある。榴弾、粘着榴弾、対戦車榴弾の演習弾は、 作薬の代わりに、同質量のダミーウェイトが、点味され、安全化されている。着弾位置の表示用に、黒色火薬を主成分とする少量の発煙剤を内蔵するものもある。形状は、通常の榴弾と同じであるが、色は、米軍、自衛隊ともに、青色で塗装され、演習弾であると明瞭に識別できる。例々式 120mm 戦車砲用演習弾。 鉄鋼弾は運動エネルギーを利用した弾丸であるためもとより作薬を内蔵していない。鉄鋼弾の演習弾は諸毛の距離を飛翔した後は運動エネルギーつまり速度が低下する構造にして安全化される。高速で飛翔する弾丸は熱を帯びる。これは高速で飛翔する弾丸先端の空気が圧縮されて生ずる熱である。また先導安定方式の鉄鋼弾では 遠心力も加わる。これらの外力を利用して、一定時間経過後に弾丸の運動エネルギーを低下させる機構を持つ。具体的にはといった機構を内蔵する。鉄鋼弾は作薬を内蔵しないため、演習でも実弾を用いることがある。陸上自衛隊が戦車砲の鉄鋼弾の実弾射撃演習を行う場合、鉄鋼弾ドームと呼ばれる施設に向けて射撃を行い、 万が一、弾丸が目標に命中しなかった時に高い運動エネルギーを保ったまま飛翔し続けるのを防止する安全措置が取られている。ロケット弾や誘導弾は作薬を内蔵している弾頭部や推進装置のあるロケットモーター部、誘導制御部などに分解できる構造のものが多い。この場合、弾頭部のみを演習用のダミーウェイトや発煙剤に置き換えて他の部品は 実弾と同一のもので製造される。弾頭部は安全化されるが、弾道特性に関わるロケットモーター部は実弾と同じ構造であり、推進薬が燃焼すれば高温高圧のガスを噴射する。色識別は演習弾化された弾頭部のみ青色で、他の部分は実弾と同じ OD 色で塗装される。ありがとうございます。